この国を守り抜くということでですね、はい、皆さんどうも、はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 UGP シナリオ班班長兼副代表の赤鈴こと木下でございます。今日はですね、先ほど世にも奇妙な物語でですね、ガガババ新章がやってまして、なんか前もあったんですけど、ヤフーで ガガババって検索すると、なんかちょっと不思議なことが起きるということで、今回またちょっと違う、演出があるということでですね、今回ちょっとそれをやっていこうと思います。ガガババと打って検索すると、なんかあるみたいなんですよね。そうなんですよ、あるみたいで。スマホの動きによりありえない現象や奇妙な音声が報告されています。本当に続けますか？続ける、無音で続ける、やめるということで、続けるということでやっていきますね。そうなんですよ、なんかあるみたいでね。そうなんですよ、なんかおーってついた瞬間、おそ松さんっていうのがなんかちらっと見えたんですけど、まあそれは気にしないでおきましょう。みんなのゴルフ面白いですよね。そう、なんかこんな記号で、なんか出てきた。なんやろうな。ちょっともうちょっと大きくしましょうか。まあちょっとね、音聞きたいんでね。なんか動かへんけど。後ろ？これ絶対後ろ向いたらなんかあるっていうパターンですよね、多分。動かへんけど。ああ、動くんか、これ。ああ、なるほど。JK がいっぱいおるな。後ろ？いや、見たくないんですよね。いいアングルですね。見ても何もおらんよね。何もおらん。ああ、なるほど。あれ、これで終わり？終わりっぽいですね。はい、ということでこんな感じみたいですね。はい、ということでした。こんな感じです。というなんか演出があるらしいですね、ごめんなさいね、僕全然ね、全然平気なんですよ。僕こういうの怖いの全然平気なんで、全然怖くないんですけど、こういう演出があるみたいなんで、まあ、ぜひね、興味のある方は、調べてみてください。面白いです。ちなみにこれね、僕パソコンでもしたんですけど、パソコンではちょっとこの演出がないみたいで、そのスマートフォンからその検索しないと、この演出はないらしいです。ということで、以上。はい、UGP シナリオ班班長兼、副代表の赤鈴こと木下でした。はい、また次回ももしこういう機会がございましたらやっていきますので、よろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺で失礼します。